北千住から世界発信、はい、北千住からアジアへ送るバラエティザ・ジービーショー。こういうことっていうのはどういうことなの？そう、私もずっと思ってた。何が？ということで。この番組今日で64回目か65回目なんですよ、はいはい、初めて言われましたよね。そうですよね。思ってた。ということで どこから来てるんだろう。かわいそうだから言わなかった。今日やっていったんですね。毎回思ってました、ね、ということで、まあ、なんか考えてってで、ということで、ね、まあいいんじゃない別に。いいね。はい、はい、じゃあ、自己紹介していきましょうか、じゃあね。はい、自己紹介っておかしいけど。まあ、改めましてね。はい、私が司会の大木田隆一でーす。はい、ということで。ということで、平成もありがとうございました、リエッピでーす。平成終わってないからね。まあ、いいのいいの、はい、ということで、やる気元気しぶきみさです。よろしくお願いします。来た。はい、で私が佐竹ザラッパーでございます。、ね、ということで、でね、あれなんですよ、前回、はい、ね、今日は発表しないといけない。おいよいよ、うん、いよいよ言語決まりましたね。そう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 。で、この中で一文字当てたらなんかっていうのあったよね。言ってた。で、見事、うん、ね、おめでとうございます。これまさかの、まさかの、ね、まさかの。あのね、ミサリンが、うん、あの前回予想した言語は、うん、あのとんかつの和光あるでしょ。そう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 、あの和光の2文字だったんですよね。あ、最後ね、でもね、違うんだよ、和久和久それさ、それさ、あれ、散々俺らが言ったからそうなったんじゃん、だってあれ。そうだよ。そう、最終的にね、和に久しぶりでね、和を。でも和を当てたからね。あ、やっと。でも、そんなこと言ったら、ね、俺も言ってたじゃない。あの昭和から平成で、昭和と平成一文字ずつ取って、うん、和平とかって言ってたから、言ってた。でもダメだよ、最後書いた時に、うん、いや違うんだ、うん、最後和久ってしたんだもん。和久でなんかみんなには一番ねえだろみたいな感じで言われてたから、だからそれはね、和光の話だからね。でも和久でもねえだろって多分言ってたと思うけど、私たちの LINE メールがあるじゃないですか、はい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 、一応この番組をこういう企画にしますよ、はい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 、それでその新言語がボーって発表された時に、うん、ね、あのマネージャーの方がいきなり、うん、なんだっけ、和久じゃなくて、なんだっけ、令和ね、ボーンいきなりボーンってね、それ来て、でみんなでまさかこれは分かんねえよ、誰も当たんなかったっていう LINE のメールの下に、うん、ミサリンだ。そうそう、最初多分分かってなかったと思う。全然分かってないよ ね、うん、ね、誰も当たんなかったね。そう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 、会話の後に、うん、いたーみたいな。そう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 、まさかの、ね、まさかの和光の和光。そうそうそう、ミサリンだーみたいな、そういうのが LINE 上ではね、そうですね、広げられてまして、分からず振ったら、ね、そうこの GB LINE が炎上した瞬間だったよね。一番ボドド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 ポピポピポピみたいなね、なった瞬間でしたね。やったー。なんか髪型変わったよね。ね、ちょっと待って、話変わるのもん。君の話変わるの。髪型変わったよ、ね、あ、クロックしました、ちょっと。あ、なんかちょっとね、うん、大人な感じになってます、ね、うん、やった、本当ですか、うん、でもなんか前髪パッツンすぎて、うん、逆に子供って言われまくってるんですけど、でもさ、あのさ、あれじゃない、大人っぽく見える方がいいのか、うん、子供っぽく見える方がいいのかって、どっちがいいの？最近は大人っぽく見られた方が嬉しいですね、やっぱり。あ、そう、大人っぽい50ぐらい。そんな目はちょっと、それやだ。そこまではちょっとまだ、行ききれてない。いや、そこまではちょっとまだ。ここら辺でも逆に50に見られて、すんごい若い50だからね。あ、まあね、あ、それは嬉しいかもしれない。あ、ものは考えようですね。まあ、確かにね。でもなんであえて50って言わなくちゃいけない。草笛光子さんって知ってる？いやいや、分かる分かる。すんげえ、あの人87歳なんだ。今？全然見えないじゃん。あのテレビ見てたらさ、うん、いたけどさ、うん、すげえ綺麗だよ。ねえ、未だに抱けるよ。抱けるよ。そういう話？うん、まだ。そのあたりを目指していってよ、二人は。いいね、そういう人生になりたい。頼むよって。頼むよ。何頼みなのそれ？何を頼んでんの？何頼み？二人ともさ、そこを目指していってよ。なんかね、こうよくね、パーソナリティとしてこういるんだけど、レベルが高いんだよね。何が？二人の。
こういろんなのを見るんだけど、インターネットの番組とか見るんだけど、大体ね、どうしようもないさ、そうさ、どうしようもないとか言うなよ、男性タレントの番組を、やん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 言ってるの、我々みたいな、大体女性が一人、二人いるの、いろんなね、インターネット番組とかね、でもね、かなりね、お二人がこう揃って二人ともクオリティ高いっていうのはさ、ないんだよ、どうですか、お客さん。わ、嬉しい。本当、本当。ごまの香りがすごい。でもね、本当そうなんだよ。あれ、どうしたら急に持ち上げちゃって。急に持ち上げちゃって。なんかいい日ですね、今日。いい日だけどさ、でもさ、めでたいの。何がめでたいの？何がめでたいの？最後だ。だからか。だからさ、今日はみんなを褒めてよ。平成最後を、平成最後を褒め合うと。そうだよ、最後褒め合わないとさ。じゃあ、令和一発目はじゃあ、けなしちゃうってことじゃ。そうだよ。やだ、誰にも褒められないでしょ、もう。あ、いや、違うか。まあ、女優とやっぱりね、やってるから褒められるけど、沖縄さんなんか誰にも褒められないよ。そう、もうね。生きてて。そう、人を褒めるばっかでね。褒められたことない。たまにはさ、褒めてよ。お客さんもそうだよ。褒められない。褒めます。沖縄さんを褒める会？いやいや、ない。そうね。でも平成も間もなく終わりますけど。終わりますよ。平成ってのはどんな年でした、皆さん。いろいろありましたね。平成の30年間といえば。ありすぎたでしょ。30年ほぼですもんね。平成とは何だったかっていう。生まれたのがそれぐらいでしょ、だって。そうですね、私は62年に、まあ、ギリ昭和で生まれて、でもほぼ平成で生きてるんで、だよね、もう人生が詰まってる感じです。そうなんだよね、平成とは人生。そう、人生。そう、じゃあ、俺はなっちゃった人生。二人の人生どっか行っちゃうのかな。そうか。名言、でも名言じゃねえ。平成とは人生って。名言だ。一緒だって、ほぼ私も65年よ。あんた、あたいも65年生まれなんで。65年生まれ？どういうこと？平成だ、85年。あ、違う、平成。なんだっけ、待って。え、昭和65年？そうそう、あ、違う、詐称してるんだ。昭和60年。昭和60年。ちょっと待って、自分の生まれ年間違えたのね。一回落ち着いて。ちゃんともう公表してるので。嘘なんか言ってないね。昭和60年生まれ。昭和64歳です。じゃあ本当は1960年生まれだもん。そうなんだ。すげえ若いあれ。美魔女すぎる。美魔女すぎる。昭和も相当で堪能しちゃってるじゃない。そしたらね。だから生まれ物心多分私たちはついてから今現在までの記憶がだからほぼ平成なわけですよ。そうですね。そうそうそう。あれそんなことない。いや、そうです。そうです。大丈夫ですか？そんなことない。大丈夫ですか？じゃあ、平成元年が何歳かって話を、だって。そう。平成元年って何年ですか？平成元年は平成元年。知ってると違うわ。2000年？千紀、じゃあ、2000年。2000年って世紀末でしょ、あなた。ちょっと待って、それもよく分かってない。計算してみなんだって。違うわ。今、2019年で。そう、1989年が平成元年。ってことは2歳。です、私は記憶にないかも。いや、まさに平成は人生でしょ。平成は人生。2歳ってことは何歳上になるの？多分4歳ですね。ってことは2歳上だから。いやいやいや、4歳。リアクション起きてますか？今日。大丈夫。あれなんだよ、あれ。ほら、あれじゃ、ほら。あのさ、本番始まる前にさ、こうリエッピンこう帯同してもらってたんですよ。こうやってる時にリエッピンさ、調子悪くて腰動いちゃうよ、こうやって。あれ使っちゃったの、多分。今日ね、長丁場だったんだけど、そろそろ脳がね、ちょっと眠くなってきちゃったね。計算ができなくなっちゃった。我々はね、もうほら、10代の、小学校時代とかはもう昭和だから。そう、そう。俺は平成元年に小学校を卒業して、中学に入学してるから、平成元年。じゃあ、小渕さんが、こう、平成です、ドーンなのはリアル。いや、見てたよ。その場にいたもん。そうだよ。よく見てみ、小渕さんが斜め後ろにいるから。ちょっと映像出ないですか、今それ。横いるんですよ、斜めに。ひげ生やしてごめんなさい。これね、ラッパーいる。竹田ラッパーいた、そこ。めっちゃすごい人でしたね。竹田ラッパー。小渕さんの時は、だからリアルタイムで見てたよ。その時ってもうさ、どういう心境なんですか？私たちロッキーわけだから。予想してたよ。
何になるか。本当よ。なあ、それ何予想してた？昭和から何になると思ってたの？あの時はね、もっと難しいね。うん、明治の明が入るかなとか、ね。ああ、そう。明治のね、なんか前の入るとか。そう。うん。あ、でもまああんま興味なさそうよね。別にそう。でもそうだね。でもだからね、そうだね。移り変わりはすごい。そうそう。いや、すごい。すごかった。昭和から平成、なんかやっぱり気持ちが新しくなった気がしたよね。で今回それが初体験なんで、ね、なんか嬉しいでしょ。ちょっとどういう感情でいればいいのか、わかりしようみたいな。いや別に普通でいいんじゃないの。何も変わんないでしょ、だって。時代がでも変わるわけじゃないですか。なんか、わかるよ、言ってる。すごいわかる。どうしてたらいいのかなって、その瞬間。結局さ、このやっぱり、この時代の変わり目で、令和元年じゃん。うん、だ令和元年にやったことは多分忘れないよね、でもね。あ、忘れないと、ね。そうですね。逆に。うん、逆にね。だ令和元年に、うんうん、なんていうの、なんか記録出したりとかさ、うん、なんかそういうのを出した人は多分語り継がれるよね、そうだね。じゃあ今年いろいろ勝負だな、うん、みんな。ねちょっとギネスとかやりたい。ギネス、ね、ああ、ギネスね。ギネスは何挑戦するの？なんかすっごいいろいろあるじゃないですか、ジャンルとか。例えばパンツ履くとか、生履けるとか。あと豆移動させるとか、芯で割るとか、ね、あとかもあるじゃないですか、ね、うん、何でもいいからちょっとギネス欲しい。この番組でやればいいね、ギネス挑戦。毛玉作るっていう。足でしょ、足のすね毛であれも毛玉を作るっていう1分間あれトラウマです。涙出てたよね。これ200個できたんだ。だってあの毛を取って頭に振りかけられてるよね。もうトラウマでしかない。平成のサイバーマンみたいだったよね。なんか平成のサイバーマン、平成サイバーマンみたいな、なんかご利益ありますみたいな、ご利益ありますみたいな。そうやろうか。いやー、結構です、結構です。そしたらね、うん、ね、じゃあ皆さんにね、何何、昭和から平成に移り変わりましたね、うん、はい、でこれって昭和だったっけ、うん、これって面白い、ね、平成だっけ、面白いね、みたいのがあるんですよ、うんうんはい、うん、それをねちょっとやってくださいみたいな感じでね、はいはい、上の方から上の方から、はいはい、でもさ、うん、思うんだけど、うん、これって昭和だっけ平成だっけって首つくの俺ぐらいじゃないの。だって今年齢聞いたら2歳とか4歳だよ。歳とか多分分かるものは平成なんだね。そうですね、多分だから逆に強いよね。あ、そういうことか。そうか、そうか、知ってるものは平成で、知んないものは昭和だもんね。あ、そうか、そうか、そうそうそう、どうぞ。いいよね、見てる方もだって一緒に楽しみ、ね、そう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 、考えてよ、うんね、うん、ちょっと一つ頼ませて。見てる方も、はい、ね、じゃあやりますよ、うん、1問目ね、はい、うん、じゃじゃん、はい、あの有名なシーン、先ほど話題にも出ました、お、昭和から平成となる瞬間で印象に残る政治家、うん、平成おじさんとしても今も愛される小渕恵三、お、元総理、うん、で1980年当時、うん、小渕氏は官房長官で出したわけです。それでは昭和から平成にね、うん、移った瞬間の総理大臣だった人は、うん、あ、俺分かっちゃった、俺分かっちゃった、私も分かる気がする、次のうち誰でしょうか。俺は分かっちゃった、選択、これね、選択なんで、うん、考えてください、はい、3択、うん、いや俺分かったから最後の答えるわ、ね、間違えちゃったらね、罰ゲームでね、うん、今日はね、くすぐっちゃいます。やめてください。なになになに、これさ、くすぐられて、うわ、くすぐったいっていうのをテレビで見てるの、みんな。趣味ちゃう、ね、俺、あれ見てる人さ、私たち何見せられてるの。いやいや、そんなことないって。平成最後。平成最後。平成最後、くすぐって終わるのね。いや、いい顔してくれるから絶対。俺のくすぐりすごいよ。本当に。やめてくれなそう。いや、審査員。ちょっと先に言っといていいですか。本当に。私不感症なのか。そういうね方もいました。あ、くすぐり汚いんですか。くすぐったいと思ったことがない人間。今日。今日。初めて。初めて。くすぐったいと感じさせてあげましょう。ありがとうございます。平成最後に。平成最後に。すごい開花。じゃあちょっとそれは楽しみにしとこう。今日覚醒する瞬間。覚醒する瞬間。目を開く瞬間。目を開く瞬間、ね、平成最後に。やだ、くすぐられたくない。行っちゃうか。どこ。どこや。白目向いちゃうかもしれない。まあいいよね。じゃあ三問あるから言いますよ。はい。はい、1、宮沢喜一、はあ、うん、ヨーダみたいな顔してる。2、海部俊樹、お、
三、竹下登る。え？第五の。誰も知らない。おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん。あ、じゃあさ、五秒ですね。え、待って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 。あ、五、四、三、二、一。じゃあ、ジョーさんみんなで一斉に言う？一斉に言いますか。名前を。せーの、竹下。あ、全員違う。嘘。誰？あ、なんて言った？二番。2番って誰？え、わからん、もう人か誰もわからなかったです。2番、開封、開封。開封？開封。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 掛け組みて。宮沢さん。宮沢さん。俺、竹下さん。竹下さん。え、みんな違う。え、で、俺だって何でか俺して覚えてるかというと、あのね、あれ、消費税が導入されたのが平成元年だから。消費税今 7% でしょ？あれ、もともと消費税なんかなかったの。それが平成元年に消費税 3% ってこう導入されて、でその時の総理大臣が竹下総理大臣で、で、あの孫の大吾さんいるでしょ、大吾さんが小学校の時に、お前のじいちゃん消費税値上げしやがってっていじめられたっていうか、こうなんかこう言われたっていうのを俺エピソードで覚えてたから。え、でも 100% それじゃないですか。だからもう平成元年はだから決定だよ、ね、上る竹下ですよ。だから正解です。大吾さんのそのお家、竹下さんのね、平成っていうのがね、もうどっかでちょっとあったって言いますもんね。大吾さん情報だと。あ、もう何、耳張ってたの？総理の耳には。そうみたいだよ。へぇ、じゃあ、くすぐっちゃいますね。どういうこと言うの？どっちかな。どっちかって言われて、2人とは思わなかったんだよ。あ、間違ったのが。自分も。三択でさ、三択で綺麗に割れる？ねえ、まあ、私は、いや、2、3択じゃん。まとめてくすぐるから。後でね、後でまとめてくすぐろう。くすぐるよ。はい。じゃあ、第2問ね。はい。これはね、すごい勉強になる。はいはいはい。平成の始まりは、あ、世界的な変革が進んだ時期でもありました。おうおう、次のうち平成元年の出来事ではなかったものはどれでしょう。要はね、平成元年の出来事ではなかったのはどれでしょう。三択。ってことは3つのうち2つは平成元年にあったってことね。そうだよ。そうだよ。何見学したのね。ソ連崩壊。ほう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 。あ、俺も分かっちゃったわ。うん、はいはい。二、天安門事件。はい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 。三、ベルリンの壁崩壊。ちなみに天安門事件、しぶきさん。はい。どこの国ですか？天安門。中国。あ、じゃあいけるんじゃん。いけるいけるいける。お、やったー。すごい。じゃあイエピさん。ちなみにベルリン、どこの国ですか？ベルリン。ベルリンはベルリン？あの欧州です、欧州。欧州。ヨーロッパ。ヨーロッパ、ヨーロッパの国よ。ヨーロッパ。サッカー強い。ベルリン。だから、ベルリンってのはある国の都市なわけよ。都市なの？都市なの？ベルリンっていう都市なの。北京、ベルリン、ダブリン、リベリア。北京？いや、違う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 。北京は中国。ベルリンは、だから今、ベルギーってこと？いや、違うな。違うけど、まあ隣国だよ。ノルウェー。ああ、ちょっと違う。もっとね、もっと言えば、じゃあ、もっと言えば、今度だから、そのベルリンの壁が崩壊したことによって、うん、ね、東の国と西の国が一つになったわけ。韓国？それ西と北じゃない。あ、南と北の。で、おまけにまだ一つになってね。まだ一つになってね。笑ってる。え、ちょっと待って。あの方かも笑っちゃってるよ。イエピ、何南北統一したの？南北統一したの？何？イエピした方がいいじゃん。あ、イエピ未来人？そう。絶対仲良くした方がいいじゃん。西と東の。もう韓国。もう一緒にね。みんな世界は一緒にいた。じゃあいいや、ミサリン、どこの教えてあげて、ドイツ、お姉さんに。ドイツ。あ、そう、ドイツ。だから、東ドイツと西ドイツが一つになったんじゃん。だから、壁が崩壊したことで、ね。これ多分ね、中学校の時やってるはずですよ。世界史で。一番中最近の近代史で。やってるはずです。一番多分、じゃあ、どれでしょうか。で、まあ、待って、確認すると、一番が、なんだっけ、ソ連崩壊。ソ連崩壊。で、二番が、天安門事件。で、三番が、ベルリン。このうち2つが平成元年にあって、1つだけ平成元年じゃないってことね。そういうことです。分かった。そういうことです。分かった。多分でも、じゃあ番号で言う、それと番号でよこ、じゃあ番号でいいですか。うん、ソ連か天安かベルリンでいい。ソ連か天安かベルリン、はい、せーの、ソ連。お、あれ、ソ連、ソ連、ソ連、みんなソ連、ベルリン。これね、もらった資料だと答えが載ってないんですよ。え、だからちょっと誰か調べてもらって。いや、これ絶対ソ連だよ、これ。
ソ連ですか。まずベルリンの壁崩壊とソ連の崩壊、どっちが後かって、ソ連の崩壊が後だから。へえ。で、自分もね、であのゴルバチョフ書記長がソ連崩壊の時のね、うん、書記長だったんだけど、うん、その後ゴルバチョフ大統領になるじゃん、うん、それが俺中学の時だから、だから絶対にあのソ連崩壊は平成2年か3年のはず。すごーい、すごい、待って、やっぱ先生、先生や、先生ゴルバチョフってどんな人？え、デブ。ちょっと待って、デブってなんだよ。あんまデブじゃない。デブじゃない、ガタイはいいけど、デブではないよ。なんか特徴があるの。なんかあれだよ、ね、髪型っていうかね、うん、この辺に特徴がある。え、白髪のくるくるのイメージ。それエリツィン大統領とかやろ。エリツィンでもね。誰だよ、くるくるパーマの人。わかん、誰と。ベートーベンだよ。ベートーベンみたいな。誰を想像してんだろう。どうでした、ソ連崩壊かなが平成元年じゃないですよね。あ、じゃあ正解だ。やったー。あ、今んとこじゃあ、いやいや、かなりね、はい、くすぐにリーチかかっちゃってくる。頑張りましょう。本気だそうかな。あれなのかな、やっぱり覚醒したいのかな。今日はね、くすぐられたい、ここの3つ目の目を開けたいと思います。平成最後のね、最後のヨガにやってることですね。そうそう、サードアイを開く時が来たから。これはね、簡単ですよ。簡単というかね、知ってるんじゃないかな、そういう業界にいるから、長いから。1980年代から90年代、日本の音楽シーンには、うん、きらぼしのごとくスターが登場しました、はいね、はいはい、ところで次のうち、うん、昭和にしか活動しなかったバンドはどれでしょう。バンド、あ、平成で見てませんっていうバンド、はいはい、あ、はいはい、1、はい、チェッカーズ。おお、微妙、すげえ微妙。2、はいはい、ボーイ、はいはいはい、3、バービーボーイズ。へえ、ちなみにバービーボーイズ、ミサリン知ってます？知らない。あー、コンタさんとか知らないか。コンタさん、ねえ、それはね、平成の時はもう解散してたってこと？あ、これ以上言っちゃうとちょっとあれかもしれないな。あれ、でもちなみにチェッカーズは知ってます。知ってますよ、はい、じゃあメインボーカルの人のお名前は藤井フミヤさん。あ、まあ、そこはみんな知ってるんですね、はい、ボーイも有名ですよね。ボーイも好きですね、うん、うん、好き、はい、ありました。ってことは俺多分ね、あ、多分ね、あのボーイは、うん、ボーイはさ、あのドームツアーみたいなの平成にやってね。いや、ボーイは絶対平成にやってるドームツアー、うん、なんか生まれ年にもあの曲出してたりもしてた気がする。まだやってた気がする。チェッ、だからチェッカーズか、うん、バービーボーイズなんだけど。そうなんですよね、答えがね、出てないから。じゃあ、うん、せーのでいきましょう。もう、はい、もう分かった気がする。せーの、バービーボーイズ。俺とミサに一緒だ、バービーボーイズで、DP がチェッカーズ。なんかここは、いや、そうかなと思ったの、バービーボーイズかなと思ったけど、あまりにもそれだと思って。バービーボーイズだとね。うん、なんか。じゃあ正解はお客さんから。違うのはボーイです。ボーイが何？ボーイ、ボーイ、ボーイは平成に決まってない。87年開催。87年開催してんの？そうです。じゃあ映像を見てたってことだったんですか。それだ。映像だと今でもさ、テレビでやってますよね。昔のさ、やってて、ひもさんが個別に多分ドームツアーとかやって。もそういうことだね。そうだね。ドームツアーやってないよね、87年に解散しちゃってるから。あ、そうなのか。やっと追いついた。そっか、みんな違います。あ、みんな違うんだけど、はい、全員違う、みんな違うのか。全員が出たのか。じゃあ次ね、もういきますよ、はい、西武、これプロ野球の問題です。わかんねえじゃん。絶対わかんない。大丈夫大丈夫。1989年、もう勘でいいですから、はい、プロ野球日本一はどのチームだった。あ、覚えてる。1、ジャイアンツ、うん、2、ライオンズ、うん、3、ヤクルトスワローズ。俺分かっちゃったもん。でも多分89年、要は、うん、だから89年の、ね、巨人の開幕投手分かるもんだって俺。誰よ、もうすごいよ。誰誰、もうあれってガリクソンか誰かじゃなかったっけ。ガリガリガリクソン。芸人。ガリガリガリクソン。芸人。ガリクソン知らない。ガリガリガリ、あ、私もガリガリガリクソン。89年の開幕投手は斉藤正樹か、俺ガリクソンだった気がするんだよな。ガリクソンが分かんない。じゃあこれ勘でいきましょうよ。おう、なんだっけ。ああ、いいよ、日本人でしょ。俺もう分かったからいいよ。ライオンズかスワローズ、はい、じゃあせーのでいようか。せーの、ライオンズ。ライオンズ、ライオンズ。ジャイアンツ。ジャイアンツ。これね、あの平成元年はあのクロマ、センター、あのセンタークロマティだったでしょ、うん、クロマティがセンター前ヒットと来て、ボールをさ、タイマンプレーで、うん、
あったね、山内で返しちゃったのよ、うん、それでランナーの辻が一気にホームしちゃったっていうのが平成元年なのよ、うん、それで西武が巨人を、うん、あのね、破って日本一になってるの。だからさ、何者なんだろうね、沖縄さん、ね、全部知ってますよね。未来人やばい。いや俺生きてきたから。博士やないですか。でもね、ちょっとね、沖縄さんにね、うん、有利な問題だったから、うん、答えはね、合わせはしません。この問題はちょっとなしにしましょう。ああ、ね、よかった。選択として、ね、これはね、もうみんな統一、これはちゃんとやりますよ、うん、昭和から平成にかけてお笑い番組の主役も変わってきました。昭和のお笑い番組の代表といえば、うん、何でしょう。昭和ビートたけしさんとか、あたしやさんまさん、おぼんこぼん、俺たち。おぼんこぼんしよう。ずいぶん、なんだろう、なんていうの、通なとこ来たよね。だね、確かに、おぼんこぼん師匠たちは、多分当時は結構メディア出てたよ。へぇー。主役なんだから。そう。結構メディア出てたよ。最近ね、見た。お盆お盆ですか。お盆と小盆です。お盆と師匠。お盆とお盆。お盆と。俺たち。ああ、俺たち。わかります、わかります。これもうみんなわかんじゃん。わかる、わかる。じゃあ、これ問題じゃないよ。あ、なんだ、俺たち。ひょうきん族。そう。ああ。あとは全員集合。ああ。はい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 。ですよね。はい、に変わって次々魅力的な番組が始まりました。ね。次のうち平成生まれ、うん、平成から始まったお笑い番組は。はい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 。どれ。平成から。いや、わかんねえな、絶対。これね、この番組ね、朝のね、ほら、増田岡田の岡田さんが司会やってる早朝5時ぐらいからやってるクイズ番組にして、あのクイズノーベル賞、あ、クイズノーベル賞見てるって言ってたから関係者なんだ。可能性あるよ、それでか。でこれ、1、夢で会えたら、うん、あれ夢で会えたらはご存知ない。番組の名前は知ってるけど、うん、どういうのか見たことない。あ、そう、はい、あ、でもそうかもしれない。だって2歳とかだもん。だってそれは知らないですよ。次ね、うん、ダウンタウンのガキの使い屋、うん、はい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 、わかります、ね、で、トンネルズの皆さんのおかげです。はいはい、この中で平成から始まった。あ、分かっちゃった。それも分かった。俺は分かった。どれでしょう。分かる、分かる。私も分かったかもしれない。で、なんだっけ、整理すると、うん、なんだっけ、夢で会えたら、夢で会えたら、うん、ガキの使い、皆さんのです。皆岡、うん、はい、せーの、ガキの使い、ガキの使い。あ、みんなね、じゃあ正解だ。終わり。で、ガキの使いはね、俺が中1だから中2の頃の超深夜番組だったから。なんか時に始まったのがすごいね。そのガキの使いの前に、うん、シャララってウッチャンナンチャンの番組やったの。そう、ね、そう、夢で会えたらで、うん、ウッチャンナンチャンとダウンタウンがこうね、こう人気が出てきて、うん、俺なんかよく見てたんだけどさ、うん、人気出てきて、うん、で、日テレの深夜枠で、うん、雲南のシャララと、その後にダウンタウンのガキの使いで深夜のこうあったのよ。それ見て次の日向かって、もう眠くてしょうがないのもん。深夜だからね、うん、寝るの2時とか3時になっちゃうんだ、中学生なのに。それはそうね、やっぱりね、うん、大事ですからね、うん、昭和のやっぱり相手にしていく方はね、うん、もう昭和生まれの方がこれからね、カルチャーですからね、うん、ディレクターさんとか、ね、いろんな方、うん、そう知っておくのは大事ですからね、うんうん、勉強になった。最後の問題です。はい、うん、じゃあ8と9どっちがいいかな。選択していいよ。いや、どっちでもいいよ。8と9どっちがいいかな。あ、ごめんなさい、考え事してました、今。いや、番組中だから。いや、違う、そう、今ね。あれも来てんだもんね。そう、お便り来てるから、ね、もう終わりか。だから、このすごいね、うん、考え事してた。なんかそう、考えさせられるようなお手紙なのかな。でもないんだから。じゃあ、そうじゃなくて。じゃあ、最後ね。考え事してた。はい、80年代、90年代に圧倒的進化を遂げたのはゲーム機。おー、はいはいはい、ね、ゲーム機でしたね。次々に進化を遂げたゲーム機、はい、皆さんどんなゲーム機を持っていましたか。うん、持っていました。持って、うん、何持ってました。持ってたかも。 PC エンジン。 PC エンジンね。あー、 PC エンジン、うん、俺も PC エンジン持ってたな、うん、ファミコン、うん、ファミコン、あとスーファミ、スーファミ、うん、ね、次のうち平成に入ってから発売されたゲーム機はどれでしょう。はい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 。1、ゲームボーイ。はい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 。2、メガドライブ。はいはいはい。知らないんだ、メガドライブ。分かんない、分かんないってことは。メガドライブだよ。知らない、知らない、知らない。あ、そ、3、うん、あなたが言ったね、 PC エンジン、はい、平成に入ってからでしょ。そう、何が正解なんですか。平成に入って
ってから発売されたやつを一つ当てる。そう、一つ当てる。じゃあ平成に入ってからなんだっけ、答えが分かったら、いや分かん、まあ、多分あれだな、多分私も多分分かったかも、多分ね、はい、じゃあ行こうか、じゃあ、せーの、ゲームボーイ。おー、いや分かんないんだよ、これだから。なんでだよ。多分ゲームボーイだと思います。ゲームボーイだよ。いや、ゲームボーイってその前が昭和じゃないかな。いや、俺 PC エンジンは俺小学校の時に買った記憶あるもん。高橋名人のね、PC エンジン相当前だはず。でメガドライブはだってファミコンと同時代っていうか。あ、そうなの、うん、ちょっと後からでしょ、メガドライブって。私ゲームボーイは小学校低学年とかでやってたイメージあるから。ーゲームボーイ、やっぱゲームボーイだっすよ。ゲームボーイ、まあ、なかなか勉強になりましたな。皆さん昭和にもついていけてますよ。うん、あ、よかったよかった。ただやっぱり一番間違いが多かったのはちょっとやっぱりリエピ、リエピ、いや一緒だ、一緒じゃない。一個リードしてますね。いやでもほら、私くすぐっても面白くないと思うからさ。いや分かんないよ、だから書いた方がいい。こんなだよ俺の。震えちゃってんだから。ちょっといや本当さ、本当私さ、くすぐ私本当な感じないのよ。耳も足裏も平気ですか。どこでも、ちょっとじゃあさ、もうくすぐりますよ。もう脇なんかやられたらつぶったいですよね。座ってていいんですか。目をつぶってよ。ちょっと待って、これさ、佐竹田さんの個人的な趣味なんじゃないですか。手はどうすればいいんですか。そういうわけじゃない。手はね、もうこういう感じでこうやってもらいたい。ちゃんと目閉じてる。目閉じてもらって、目閉じてます。で、ここに今あるからね、こういう感じ。ここにあるね。はい、でこれでね、このまま行くからね。これ何見せられてんのこれ。あ、ダメだ。嘘。あ、ダメだ。なんで？嘘でしょ。何？嘘でしょ。怖い怖い。怖い怖い。じゃあちょっとリビ答え、リビ答え。すげえ。答えて私が。あ、じゃあこうやる人。このまま目つぶったまま。なんで？みんなみんな。みんな来て。全然同じだよこれ。何が？全然すげえな。ちょっと試しにどれだけすごいかちょっと見せり。え、私は分かんない。ほら座って。こんなに無いの。こうやって。ね、絶対に。いや大丈夫です。私くすぐり本当無理なんですよ。私プロですから。私くすぐりのこうでこう、もっとこうで。やばい。こうでそう。ちょっとそうだよ、目つぶってさ。嘘だよ。これ、ここから。いや、これが普通の反応だよ。これが普通の反応だよ、多分。いや、これ普通なんだよ。もうこの時点で、普通はね、ちょっとむってなりますよね。もうほら、ここから。いや、ちょっとおかしい。でしょほら、私あんま絵にならないの。俺ちょっとお母さんみたいな。こういう感じの人みたいな。マニアックな人もいる。マニアックな人。こうだろ。ちょっと泣いてみる。いや、普通ね、ここまでほら、こう来るか。目つぶって。目つぶって。こうだ。目つぶって。ここまでこう来るか。ちょっと。あ、全然感じないけど。え、なんで？あれ、全然感じないよ。いい。あ、見た目だ。見つけた。耳、あんな脱がされてたもん。あぶねえ。いや。あぶねえ。自分で脱いだんだよ。そう。やばい。いや、あのね、すごい。すごい。なんでだろう。これはね、なんか特技で出れるよ。本当。いや、すごいな。リエピ、耳は耳。耳をどうすればいい。俺、耳はこうなっちゃったもんね。なんで？どうして、なんで、どういうことなの、なんで。え、ふーとかやられても平気ですか。ふーって、あれ、ちょっとやっていいですか。首のあたりは。え、気持ちいい。あれじゃあ、ソフト用って。なんで、なんで。え、なんで。首はどうなの。そこはダメです。そこはダメ。そこはない。そこはない。そこはない。そうじゃさ、できないんじゃない。いや、すげえな。これはね、強い、相当特技だよ。え、そうなんですか。特技だと思ったことがないけど、なんでみんなあんなくすぐられて。いや、くすぐったいよね。うん、うってなりますよね。ここに来た時点で。いや、わかるんですよ。くすぐったいんだろうなって。嘘じゃないってわかるけど、自分にはなくて、その感覚が。すごい。ちょっとな、もう一回いい。どうぞどうぞ。やりてぇだけじゃなくて。どうぞ。やりてぇだけじゃなくて。体治療があるね。あれ、これでもダメ。普通ね、こう来たらね、もう
くすぐったくて言っちゃうんですよ。これすごいな。いやでも見てるだけでくすぐったいですもん。なんかそのやり方が見てるだけでね、はい、なんかマッサージされてみたいで気持ちよかった。3人で攻めようよ。攻めましょう、攻めましょう。それさ、どういうパターンそれ。どういう、なんとかして。あ、じゃあそれを言った間に私読んでよっか、これ。あ、君に読めるかどうか。読めるかどうか。なんとかこのDFPにくすぐりを感じさせてあげましょうよ、うん、みんなで。どういう企画なんですか。そう、ちょっと開花させたい。あなたも、あなたも。え、読んでて。耳もダメってすごい。では、これでダメなんでしょ、お便りいただいたので先にどっちを読むかな。じゃあ、ジョセフ。こんばんは、先日リエッピが新宿中央公園でイベントに出演したので潜入してました。この番組内でのリエッピはたまーに不思議な飛び出しますが、これはこれ現地上のリエッピとはそれもとてもかっこよくキッキッキ綺麗でしたねって聞いてたお前ら。いや、すごいな、これ特技だ、本当に。多分大丈夫。すごい。すげえな、リエッピー。周りにいないよ、こんな。本当、うん、やった特技が平成最後にできた。いや、本当ですね。平成最後に。これはすごいよ。これ、くすぐり王とかあったら優勝できるよね。いや、絶対できる。あのね、いるんだよ、本当のくすぐりの最強の人が。そうだった、あるよ、その人の。それ体操、YouTube、私ね。うん。その人と対決させたいよ。じゃあその人呼びましょうよ。呼べるかな。なんかいますよね。なんかね、いるのよ、すごい。なんか志圧太郎みたいなさ、あ、そういう本当のそういうのも自分でやってる人が。ちょっとじゃあもう精神統一しないとダメですね。もうあのなんかしっかり私も。それなりに募集しましょうよ。いやでもこのリエッティをくすぐらせてできる男性、うん、ぜひ。そこの君、私をくすぐってこう笑わせることができるって人はぜひ番組に。いや、番組お便りを、お便りを、お便りを待ってるぜ。勝ち抜き、勝ち抜き、勝ち抜き。本当にちょっと見たい、その対決、っていうことですね。うん、ジョンさんからまあいただきまして、はい、その、お便りをいただいた。ギャップについて書かれてあった、うん、今とよ、あ、もう一回読んでよ。俺たちほらくすぐることしか考えてなかったから。誰も聞いてる。こんばんは、はい、先日リエッピが新宿中央公園でイベントに出演したので潜入してきました。そうなんです。でこの番組内でのリエッピはたまにぶっ飛び発言が飛び出しますが、うんうん、ステージ上のリエッピはとてもかっこよく、キッキッキッ、めっちゃ食べる。キッキッキって書いてあるから、うん、でギャップがある人はなんか惹かれますね。皆さんはツンデーとかギャップがある方はお好き、うんうん、では良い平成をっていうことで、ギャップがある方は好きですか、最強に好きです。好きです。いやでも何だろうね、うんうん、そう、人間ギャップに惹かれちゃうよね。ギャップだよね、やっぱりね、うん、そこにコロッと来ちゃったりとかするよね。あります、うん、意外な一面に、うん、ほいって。そう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 、どんなギャップ好き、なんかどんなギャップあるよね。あるじゃない、だってあるよ、あるよ。なんか笑顔が素敵な人が結構好きで、なんか普段クールなのにニカってくしゃって笑ったらキュンってなる。わかります。もう、なに、もうキュンってくるの。キュンキュンキュン。ねえ、どういうギャップが、俺はね、うん、結構まあ皆さんよく言ってるからさ、うん、番組内でも、うん、そういうね下ネタばっかりに今日はいいんだけど、うん、沖縄さんとかのギャップは何なの、うん、俺はでもね、まあ、今はそうでもねえけど、うん、まあ、20代の頃は、うん、可愛いのに面白いことがあったら惹かれたよね。あ、この子可愛いな、こういう面白い一面あんだっていう子は20代の子で惹かれた、うん、じゃあ20代だったら、うんね、うん、こういうお二人は好きだったわけ。あ、どうだろうね。いや、だって面白いの、そうそうそう、面白いの基準が違うじゃん。俺の思う面白いの。あ、なんなの、どうなの、面白いって。どういうこと。だから俺が面白いって言っちゃう。顔可愛いが全然なくなっちゃってる。宇宙人みたいな人でしょ。だから、だから何面白いって、だからもうなんていうの、発想が面白いとか会話が面白いというかさ、わかる、なんだ、突っ込みたくなっちゃうようなことを言うっていうか、天然みたいな、そう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 、可愛いのに面白いっていうかね、うん、
天然さんね、まあ、天然、そうだね、天然に近いかもしれないね、西村智美みたいな。いや、ほら、直接会ったことでしょ、西村智美例えがいいよね、そうだけど、西村智美、昭和だけどね、まあ、でもすごい綺麗だしね、うんうん、なるほど、でも一枚ですね、実はもらっていましてですね、うん、はい、抑制さんからいただきました、はい、ありがとうございます、はい、あ、本日の GB 賞のトーク案を考えました。うん、あ、残りで頑張れ、頑張りましょう。一番初め読まなきゃいけなかった。そうだよ。原稿チェック、ね、してないからね。いや、したんだけど。4月の1日の新年後、はい、令和の発表当日に、うん、新橋駅でラベルに令和と記載されたコカ・コーラが2000本配布されました。うん、で現在、ヤフオクでは1万円近い値がついて取引されているようです。うん、たまたま新橋駅広場、あそこか、新橋駅前広場にいた人は運が良かったですね。あの記者があるところかな、多分そうかな、そうですね、SL 広場、うんうん、あ、こんな感じで七夕で儲けた話などを聞かせてくださいということなんですけど、七夕で儲けた話、うん、あ、まああるな、2000本だから持ってた人だから売れば相当ね、うん、今ね、そうだね、いや、タナボタの意味がまず分かる。あ、タナボタの意味分かる？そりゃ分かります。タナボタって何かを訳してるんだ、ね。そう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 。分かる。それは分かりますか。え、ない、分かる？分かっちゃう、分かっちゃう。分かっちゃう、分かっちゃう。これは分かっちゃう。分かっちゃう。分かっちゃう。これは分かっちゃう。棚ってどこら辺の高さの棚だと思う？あ、もう分かってる、ね。どこら辺の高さだと思う？え、めっちゃ高い。どれくらい？どれくらい？こんぐらい。近いよ。もう。先生は来てくれるのだからさ、構えてもそっちなんだと思って、いいね、女性同士もいいね、女性同士も面白いね、なんか反応がしてくれて面白いでしょ、面白い、すっごい面白い、そうでしょ、すごい面白い、すごいはめられた今、はめられた、こういうのもこういうのもギャップだよ、ギャップだ、うん、怖い、やばい、私がね、こう若い子のくすぐれたのを、うん、タナボタだよ。そんなのできないよ、番組以外でやったらさ、頑張って、全然頑張って、本当にこれもう七夕だ、ね、やりたいから企画したんだもんね、やりたいから企画した、企画者得だな、うん、そうだ、面白い、そうだ、七夕、七夕って私はそういうこと、うん、あ、うん、私お金だろう、結構芸能界だからいろいろあるんじゃない、うん、あ、そうね、例えばちっちゃいので言うとなんかほら、うん、ついてなんか、ね、うん、仕事っていうのもそうじゃない、でもまさにあります、それなんか一緒にあの、うん、パーティーみたいな会に行って、うんうん、なんかこっちの子に、うん、あの振られた仕事があったんだけど、うん、この子がスケジュールダメで、うん、じゃあ君どうなのって言って、うん、決まった仕事はやっぱあります、ね、なんか意外とそういうのがいい仕事、ね、うん、そうですそうです、今後の評価とかにつながるよね、うんうんうん、そうだよね、それもタナボタだよね、タナボタだね、うんうんうん、あ、そう、仕事、そっか、お金って部分じゃなくてね、お仕事ってことでね、ではありましたね、実はいろんな種類があるじゃん、タナボタってもね、あるね、いろんなラッキーがあるわけじゃないですか、確かに、たまたまもらったサインが、うん、スマ、でもどうなの、スマップの森くん、だから、今0歳になってる方のサインを、だからすごいもらったことがあって、うんうん、でもどうなんだろう、タナボタンなんのかな、売れば、売れば、売れ、どうなのかな、どうかもしれない、うんうん、スマップ時代にいただいたんですけど、うん、すごい、でそれからすぐやめちゃったの、うんうんうん、だからなんか価値あるの、今ふと思い浮かんだのが、うんうん、価値あるのかな、その森くんだからっていうのとあるのかなと思って、いまだにあるっちゃうんですけど、多分あるんじゃない、ちょっとなんかで、そうなんですよね、見てみたら、うん、見てみようかな、ねえ、すごそう、ね、っていう、そうね、なんだよ、いろんなことありますよ、なんか、うん、俺、うん、俺あるよね、うん、俺だってあの若手時代なんか、うん、浅草で俺ら舞台出てたでしょ、うん、でその時にあの日曜日と、まあ、1週間公演だったりするから、うん、こう土曜日日曜日とかさ、うん、あの師匠とかに、うん、まあ、師匠クラスの人たちだよ、それとか青空球児工事師匠とか、うん、ああいう師匠クラスの人たちに地下に場外馬券場があるからさ、うん、馬券買ってこいって言われるわけ、俺ら、うん、20代前半くらいの時、うん、で買いに行くじゃん、で買いに行って当たるのよ、うん、当たった時に、うん、俺はご祝儀もらえるっていう、あー、すごい、はいよっつってね、でその代わり条件があって、うんうん、師匠連中でこう買いに行ってるけどさ、うん、あの買ってる金額嘘ついてるわけ、みんな、なぜなら当たった時にいくら儲けたって分かっちゃうから、うん、怒らなきゃいけないっていうことが発生しちゃうから、あ、だからでいくら買ってるかっていうのは買いに行った俺らしか知らないわけ、そうなん、
だから口止め料で1万円ぐらい買います。あ、なるほど、そういうこと。口止め料でね。ああだすっつってね。っていうのがたびたびあったよ。この芸人ではまあ、うん、そう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 。ではね、そうそうそう、あるあるな、ある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 。まあ運ですもんね。その時にこう買いに行って、そうそうそう、たまたま当たったとかですもんね。そうだね。あ、それいいですね。そうそうそう、で毎回当たるわけじゃないからね。さっきも話してたんですけど、価値がね、うん、私も分かんなくて、結構そのお仕事で昔ですよ、うん、あのやってた時にいろんなパチンコ会社のなんか PR のなんかお仕事させてもらった時に、うん、その景品、うん、あの、うんうん、その時だからレアな、例えばルパン三世だったりとか、うんうん、ゴルゴさんだったりとか、うんうん、サブちゃん、北島三郎さんの、うんうん、絶対そこでしか、なんかの景品でしかないフィギュア系のものとかいっぱい持ってたんです、うん、すごい高いんじゃないですか。そうなの、それが、うん、ランボーの戦闘機とかね、本当にだから絶対欲しい人にはめちゃくちゃ欲しいものなんだけど、うん、当時の私は本当に価値が分からなくて、うん、だって好きってわけでもないから、うん、多分全部捨てちゃったんです。非売品なんです、本当に非売品で、うん、多分見る人が見たら相当欲しいもの、うん、それが何、あ、そのパチンコが平和さんだったかな、うん、有名だよね、メーカーね、有名なメーカーだね、会社さんのちょっとお手伝い、なんかそのキャンペーンがあるじゃないか、うんまあ、そんなにお手伝いしてるから、うん、たまたまこうなんだろう、もらえないものをいただけてただけで、それ今思い返すと売ってたら相当、うん、そうねー、売ってたら相当ボタン持ちってないよ。そういうことでしょ、売ってたらなんかそれがボタン持ちでしょ。ボタン持ちだから合ってるけど、あの意味は合ってるかもしんないけど使い方と違えんじゃねえかな。そうなのか、ボタン持ちってどんな持ちだか分かんない。大福でしょ、大福、ボタン俺わかんないよ、俺はあんまわかんねえな、ボタン餅って。大福じゃなくて桜みたいなのイメージしてますね。桜餅みたいな、でもあんこだよね、多分 ねでも黒そう、あなんか俺の黒いイメージある。黒そう、ごまのお餅みたいな、おはぎみたいな感じ。あ、おはぎみたいな、おはぎみたいな、そう、おはぎかもしれないですね、貴重なね、おはぎ、そうそうそう、なんかボタン餅。新宿中央公園ってさっき出たよね。はいはいはい、そこでやったんだ。そうですね、新宿中央公園で、うん、広場で、まあ、今月は5月は今度、代々木公園なんですけど、まあ、広場、フェスがあるようなあれとかですね、要は。なるほどね、はい、あそこはさ、すげえメッカだから。何してんのいや、メッカなのかもしんないけど、何してんの言えないけど。まあ、どうせそんなに言いたいんですけど、分かる人は分かるんだよ。まあね、でも平成最後ってことで。そうだよ、どうします、もう終わっちゃいますよ、平成最後だよ、バイバイしようよ、平成に。告知は、告知は、あ、平成最後の告知、平成最後の告知、次令和だもんね、次令和もなんかいろいろライブとか舞台とかいろいろ決まってるので、うん、なんかよかったらしぶきみさで検索してみてください。はい、よろしくお願いします。はい、あ、リゲピは、あ、私もあのいろいろ決まってるものがあるので、うん、バービージャパンのホームページを、ホームページじゃないな、ブログを、うん、はい、見てください。はい、待ってます。いや、本当に笑わせたい、笑わせたい。大丈夫だ。やっぱこの何、なんでくすぐったくないっていうのは、やっぱりこのダンスとかやってるわけじゃない。なんか関係あるのそれ？あの小学校のね、3年生ぐらいからです。うん、エピソードが実はある。何何？え？それはラジオで。どうぞ。なんかね、くすぐったくない人って、うん、もうなんか心もないんじゃないかと思って。もうなんだろう。ちょっとなんか人生くたびれてんのかなってこうやってね。なんかそんなイメージになっちゃうんだけど。皆さん、実はね、今日辛いシュークリームなの。何すごい、残り1分15秒で何だったの。告知しててください。特にないよ。すごい、もうあえて言うなら5月1日から令和出してくれるね。告知、はい、まあ本当にね、すごい、何ゲピ、残り1分だから、残り1分、何なのこれ、ほぐし棒です。おうおうおうで、これがこれにも玉が2つついてて、いいなこれ、玉が2つでコロコロやってるんですか、すごい。でこれが風船なんですけど、うん、いや、今日企画で、うん、何ベスト、自分のベスト3をやるのかと思って、そう、平成30年間の自分の中のベスト3ね、うん、ですよね、うん、そう、でそれで持ってきてくれたわけだ、なんだ実は。次回やろうよ、次回か。だから、令和が始まって、平成振り返るの。そう、もう振り
り返るのね。逆にほら忘れちゃないうちに。もうそう簡単に忘れねえだろ。だからちょっとだから最後に見せてあげようと思って。興味あるね。それが何ベスト3なの？まあまあ。まあ、平成最後の前ベスト前あもう時間がありません。あの来月は5月24日の金曜日です。はい、それではまた次回まで。さようなら、ありがとうございました。